蒜山地域では山の雪が溶け新緑が燃えるこの時期から初心者でも登山が楽しみやすくなります。蒜山観光協会では毎年この時期に合わせて登山客の安全を願う蒜山山開きの神事を行っています。今年の山開きが12日に蒜山下福田にある塩釜石町公園で行われ、蒜山地域の観光関係者や登山客など合わせておよそ20人が出席しました。ここでは蒜山観光協会の新田武雄会長ら出席者が玉串を奉天し、シーズン中の登山客の無事を祈りました。神事の後には蒜山アルプホルン愛好会のメンバーが伸びやかな音を奏で山開きを祝いました。やっぱり綺麗な花を見たら綺麗だなと、山へ登るのもしんどいかもわからないけど、登って上から見ると素晴らしい景色ですので、周り中が見えますんでね、みんなにその感動いうんですか、それを味わっていただきたいですね。この日は時折雲が広がったものの、登山客の心を弾ませるような澄んだ青空を見ることができました。岡山県内外から訪れた人たちは、新緑の風景を楽しみながら、蒜山三座をはじめとする山に登っていました。蒜山観光協会では、11月下旬までのシーズン中、蒜山地域全域の山でおよそ5万人の登山客を見込んでいるということです。